はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ジジさんです。お久しぶりでございます。こうやってね、お散歩動画を撮るのは随分とね、久しぶりかなというふうに思います。まあ合間にね、ちょっと一回ちょっと何でしたっけ、キャンドゥのね製品ご紹介しましたけども、お散歩としてはね、だいぶ間が空いてしまいました。今日は2022年のね、7月の17かな、日曜日、ただいま時刻としては14時13分ぐらいかな。はい、もうかなりね、蒸し暑いです。昨日ね、まあ雨は降らなかったみたいなんですけども、非常に曇っててね、雷がすごかったんで、ちょっとこれは危ないぞということでね、お散歩を実は控えまして、昨日お散歩しなかったんですが、今日は逆にカンカン照りプラス湿度が高い、もうね、ちょっとタオル持ってくるの忘れちゃってね、これも最悪だね。こんな暑いのにタオル忘れてきたらね、本当にもう辛いですが、もう汗ね、タラタラです。まあいい汗かけるからいいかなと思いますが、熱中症にならないようにちゃんとね、お茶持ってきました。ただちょっとマグボトルにね、大きな氷をボンボンと掘り込んできた都合ね、歩いてるともしかしたら時々ね、カランコロンカランコロンね、音がしやかましいかもしれませんが、その辺はちょっともうリアルな世界なんでね、ご容赦いただければと思います。あともう虫刺されにね、気をつけないといけないなっていう感じなんですが、はい、今日もちょっと暑いのでサクッとね、お散歩をして、今日はね、帰りたいと思います。さあ、今日のお散歩雑談ですが、まああんまりね、こう面白い話題とかないんだけど、まあ最近だとね、アマゾンプライムデーですか、2日間、終わりまして、あとまあいろいろね、例えばインスタ3603とかはサマーセールとかやってましたよね。皆さんなんか買われましたでしょうか。ジジさんはね、プライムデーのところはほぼほぼ日用品で皆さんにねご紹介できるものはないんですけども、まあ2つだけ買ったのかな。1つはインスタ360のあの見えない自撮り棒ってやつ、あれをね、まあ何に使うのって言われると困るんだけど、まあちょっとこの間だいぶ前にシーターで撮ったね、360度動画、あれに自撮り棒がもろ映ってたんでね、ちょっとなんか見えない自撮り棒、つけてみたいなということでちょっと買ってみたのと、あとは、GoPro 用のね、卓上マウント、これがね、なかなかモジュラーつけてるとねじ込みがね辛いのと、あとまあ標準のショーティーね、あれがやっぱり使いにくいということでね、新しくちょっと、マウントをね買ってみました。今回ジジさんがね買ったマウントは製品概要欄の方にねリンク貼っておきますので、画面にもこの辺に出しておきますかね、どっちかなわかんないけど出しておきますかね。これね、意外とよくてね、ネジをこう切らないでも、こうネジ回さないでも、ちょっとピン的にこう入れてね、キュッと回してロックができるっていうね、非常に簡単な構造になってまして、これいいんじゃないかなということでね、今回ちょっと買ってみました。今日はちょっと GoPro 持ってきてないですが、いつかのねお散歩でちょっと使ってみたいなというふうにね思ってますので、気になった方はちょっと製品概要欄のリンクからね飛んでみてください。はい、で、今ね話題のインスタ3601RS1 インチ、360、長いな、名前が長いんで、なんか短い、もっと分かりやすい名前にしてほしいですけど、ライカコラボの1インチのね、360のやつね、あれがね、アマゾンプライムデーで安くなるかなって期待してたら、全然安くなってないっていうか、インスタ3603から出品されてなかったね、サードパーティーから出品されてたということで、同じように、まあ、いろいろ自撮り棒とかみたいなついてましたけどね、お値段下がらず11万8000円だっけ、なんかそんな値段だったよね、11万を超えてくるということで、さすがにちょっともうジジさんね、見送りましたけども、まあ360度カメラいろいろね、やっぱり買われてて、これ高いなと言いながらね、買われてる、まあ、YouTuber さん結構おられまして、最近どんどん YouTube にもね、動画上がってきてますが、ジジさんが持ってるシータね、古いやつ、あれシータ S だっけな、もう初代の初代です、一発目に出たやつね、まだフル HD の 1080p しか撮れないやつね、いまだに、現役で持って使ってますけども、まあ、それでまずちょっと練習しようかなというところもあって、インスタ360さんのね、見えない自撮り棒を買ってみたりしたんですが、
一方でその利口さんね、今度7月の22日にね、このシーターシリーズの最新版 X というやつね、これを出してきます。結構大きなねタッチスクリーンの画面を搭載してきて、なおかつ今まではバッテリーね内蔵式だったんですけども、今度交換式に変わってくるというところで、かなりね、改善されたものが出てきます。ただし10万ちょっとねお値段します。やはりね10万超えてくるということで、高額であることには変わりませんけども、それでもやっぱりねインサ3601RS、インク1インチ360度よりは若干1万円ほど安いということで、これもね今Amazon さんの方で予約状況になっております。発売は22日ということでね、ちょっとこれも軽く画面に出しておきましょうかね。はい、こんなものになっております。はい、興味ある方ね、ちょっと Amazon のリンク、これも説明概要欄の方に貼っておきますので、ちょっと見てみてください。はい、でこの360度カメラね、ちょっと編集がね面倒くさいというところがありますね。で、リコーさんのねそのアプリとインサ360のアプリね、これちょっと違うのかなと。ジジさんはね勝手な印象ですけども、インサ360さんのアプリの方がねいろいろ編集機能が充実してたり使いやすいんじゃないかなと思うんで、ちょっとねやっぱり、リコーさんのシーターのねアプリ、これはちょっと編集がね結構手間取るんじゃないかなというふうに思いますので、360度カメラで撮影するときは、クリップクリップでね押さえるんじゃなくて、結構ね長回しをして編集をするという方がね効率的かなと思います。それでもやっぱりちょのだってそのシーターのねアプリよりインサ360さんのねアプリの方がいいのかななんてねちょっと思いますが、実はちょっと話が行ったり来たりしますけども、ちょっと迷ったんだよね。インサ360-1X2 ね、これが実はプライムデーの時にちょっと4万ほど安くなってたんだよね、その自撮り棒とかキャップのセットがね。で今また戻ってるんだけど、5万2000ちょっとぐらいだったんだよね。今5万6000ちょっとぐらいにまた戻ってるんですが、でこれねどうしようか迷ったんだけど、結局その今インサ3601X2 をね持ってる方はもちろんのこと、1インチねセンサーの方どうしようかなという悩みをね持ってると思うんですけども、ジンさんのようにねそのインサ360の製品を持っていない人はね、やっぱりちょっとそこに一足飛びに行くにはってこうちょっと躊躇した時に、ちょうどねインサ3601-2がね X2 がね手頃かなというところで、で安くなってたんでねどうしようかなって迷ったんだけど、もう結局ちょっと悩んでるうちに終わっちゃいましたね。5万円台ね、10万超えからすると半額分の値段なんだけど、それでもやっぱちょっとアクションカメラ系に5万円で結構勇気いる買い物だよねっていう感じ。その割にはジジさんね今これDJI のアクション2ね、買っちゃいましたけども、これも安かったね。ね、プライムデーの時になんかもう3万いくらぐらい、4万切ってたよね。びっくりしたね。今またお金ね、お金っていうかプライス戻ってますけども、やっぱこういうの安い時にチャンスね、狙ってどんどん買わないとなかなか後悔することも多いかなと思います。ちょっと話ね、それましたけども、これから360度カメラ、ね、どんどん出てくると思いますんで、ちょっとね、じいさんも、モニ出していきたいなというふうに思ってます。さあそれと最後の話題になりますが、最後の散歩動画の時にね海外の YouTuber さんが 6K30fps のアクションカムのねレビューをされるよというねことをお話ししてましたけども、レビューねされてました。でそれ見ますとね実はねそのフォントからね XTU 製品じゃないのっていう疑いを持ってたんですけど、全然違いました。ゴッサムっていうねアクションカメラですね、日本ではまだちょっと売られてないのかな。はい、どんなものかねちょっとまたこれも画面に出しておきますが、気になる方ねちょっと製品リンクはまた説明概要欄の方に貼っておきますけども、結局ね結果的に言うと 6K っていうのはフェイクでね、その方がレビューされている中ではどうも 4K の画像を 6K まで引き伸ばしてるみたいなね、ことをなんか言ってましたね。はい、
なのでリアル 6K は全く撮れないと。しかも、まあ、6K モードで撮った時にね、あの手ブレ補正が全く効かないっていうね、もう全然動画としては使えないね、そんな仕様になっておりました。はい、ということで、まあ、気になる方これ貼っときますけども、そのメーカーさんは日本ではあまり知られてないかなとは思うんですけど、実はあの GoPro のね、アクセサリー用品なんかは昔からね Amazon で出品をいっぱいねされてるところなんで、まあ、マイナーでもないのかなと。ただ単に、まあ、ジジさんはあの知らなかったですけど、まあ通な方はね名前聞くとね、あそこかなんてね思ったかもしれません。まあいずれにせよ、あの前回前々回の動画ぐらいになるのかな、最後の散歩動画、 6K のねアクションカメラ出るよっていうねお話をしましたけども、全然海外のレビューさんの動画を見るとフェイクだったっていうね、はい、そんな結果になりました。いやちょっとね期待してたんですけども残念です。まあデュアルスクリーンの 4K がね普通に撮れるということで、まあ感じ的にはまあ、アカソーとかね XTU とか、まあ、そういった普通の中華メーカーと同じような感じに撮れてるということでしたね。はい、一応まあご報告だけねしておきます。はい、まあ、今後もまあこうやってねアクションカメラ業界もね切磋琢磨しながら皆さんね知恵を絞っていろんなものをね出してくると思うんで、まあ、これからもちょっと目が離せないかなというふうに思いました。もうプール始まってるんですね。すごい賑わってます。いや、子供さんたちがね、もう気持ちよさそうに泳いでますね。いや、これ、じじさんもプールに飛び込んでみたいです。はあ、楽しそうだ。さあ、いつもの藤棚のある休憩所、展望台のところへ、はい、やってきました。はい、短かったですけどね、今日のお散歩動画はね、もうこのぐらいにしたいと思います。一応今日ねシータの360度カメラもね実はバックパックに積んでるんだけども、なんかねもう暑すぎてしんどいんで、余力があったら帰りにねちょっとざっくりとだけね撮って帰りたいと思いますが、いやーしばらく来ないうちにこの展望台緑がすごい生い茂っちゃいましたね。すごい。はい、では休憩していきたいと思います。はい、ということで、今日の散歩動画はここまでです。はい、一応ね、シータの360度カメラをね、一応バックパックには入れてありました。そして、はい、インスタ360はこうかな。はい、これの見えないね、自撮り棒、これをね、この間 Amazon プライムで買いました。はい、こんな感じで。今日は持ってきているんですが、お散歩のね来る時には全然使っておりませんでした。ちょっと今日のこの帰りもしかしたらこれね撮影して帰るかもしれません。はい、練習なんで、いいのが撮れてたらまた動画アップしたいと思いますけどね。はい、こんな感じで、ねゆるゆるとね雑談しながらお散歩しております。はい、ということでまたねちょっとジジさんのこのチャンネルに、気楽にね遊びに来ていただけたらと思います。まあしばらくねなんか新しい製品買う予定はないんだけども、まあちょっと合間にねお散歩動画のみならずちょっと部屋撮りなんかも挟みながらね、不定期ではありますけどもこうやってね配信していきたいと思います。今日もう暑いんで本当にねもうさっさと帰らないと熱中症になりますんでね。はい、今日のお散歩動画はここまでです。はい、チャンネル登録ねしていただいて、気長にこのチャンネルフォローいただければ助かります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。